はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第11弾をお送りします。で、今回はこの8問ですねをやりますので、まずはここでね動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やった後に、わかんないのがあったりとか、まぁ、ちょっとね、気になるのがあったりした場合は、この後自分がね、全部解いていきますんで、ぜひね、聞いてみてください。では、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと画面下げますので、お待ちください。では、参考記録ですね。今回4分32秒で、7番が個人的には一番難しいかなと思います。だから数学がね、もう本当に苦手やとっていう方は、7番はもうね、ちょっとこう、できなくてもまあいいかなと思います。ただ、1から6と8番に関しては、数学が苦手な方も絶対にね、できるようにしていってください。7もね、できたらいいなと思いますけど。よし、じゃあ行きましょう。で、まずはね、1番から計算なので、ここはもうミスをなくしていきたいと。で、掛け算と足し算があるから、いつもね、やってるように掛け算が先です。今回はね、掛け算が前に来てるんでやりやすいんですけど、ここ掛けるとプラス6。だから、6で、あとプラス4が残ってるんで、足して10と。これでまず1番 OK ですね。で、2番は分数です。前も話しましたが、自分分数の計算ミスが多いんで、これちょっと時間使いましたけど、3回ぐらいやり直したからね。ちょっと前回ミスったもんで。で、これ5と3、分母がね。だから15に通分します。で、15分の、これが、3かけてるんで、上にも3かけて、6A。ちょっとインクがね、おかしいな、これ青が。で、15分の5をかけるんで、5A となって、まあ、15分の6と15分の5を足すっていうことなので、15分の 11A と。これで OK。といった感じになります。よし、じゃあ次行きましょう。ね、次はまあ、括弧のある計算なので、まあ、配るのをね、ミスしないようにしたいと。で、まずこの4を、こことここに配ればいいので、4を x に配れば 4x。4を 2y に配ればかけて 8y になります。で、マイナス、まあ、1が隠れてますけど、マイナス1をこことここに配ればいいので、マイナス 6x でマイナス 9y となる。で、同じ文字同士しか計算ができないので、こことここ計算すると、マイナス 2x。こことここ計算すると、マイナス y と。なって、これで OK ですと。で、次行きましょう。で、これはですね、まあ、ごちゃごちゃしてるんですけど、掛け算と割り算しかないので、もちろん1個っすね。計算しても構わないんですが、掛け算割り算しかないときは、自分は一気にやってしまいます。ただ、一気にやる前に、ここに指数がいるんで、こいつ。ちょっと次回までにちょっとペン変えてきますね。ごめんね、太くて見にくいと思うんですけど。これは、マイナス x の2乗なので、カッコの外に2乗があるときは、カッコ丸ごと2つ分って意味です、これ。つまり、これかけると、プラスに変わって x2 乗になります。これ x2 乗ね。ってことを踏まえて、一気にやっちゃう。で、自分が一気にやるときは、長い分数を書きます。で、一番最初にいる項と、まあ、項ってこれと、掛け算の後ろのやつが上に乗ります。だから今回、5xy の2乗とこいつ、かける 7xy がここに乗ると。で、割り算の後ろのやつが下に来ます。つまり x2 乗が下に来る。で、これはなんでかっていうと、今、割る x の2乗にこうなってるのね。ここはなってると。これを掛け算に直すと、掛ける逆数になるんで、x2 乗分の1になるんですよ。ひっくり返るんで。だから下に来るっていうイメージなんですけど、まあ覚え方としては、割り算のすぐ後ろのやつだけ下に来るよっていうふうに自分はね、いつもやっちゃうんですが。で、こうやると、まあ、メリットとしては、一気に約分ができるんですよ。3つ分一気に。例えば、もう、x が上2個、で、下2個だから、こことここ一気に約分できますよね。そうすると、下がもう消えたので、残ったのが、5と y の2乗と7と y です。で、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんですけど、自分はよく残ったものに丸つけなよって話をします。みんなが解くときにね、こうやって。で、これは、
今回そんなにごちゃごちゃしてないんですけど、結構もっと薬文がひどい時が多いです。そうするとね、まあ、ごちゃごちゃしてるんで、この書いてある数字を、なんだろう、かけ忘れるというか最後に。見落とすの。残ってるのに。それすごいもったいないミスなんで、丸をつけて、で、5と7があるからかけて35だよね。で、y2 乗と y だから全部で y の3つあるから3乗となって、これが答えになります。下は1になってるんでね、もう書かなくていいからさ。といった感じです。では、次行きましょう。で、5番が、まあ、ルートの展開なんだよね。これちょっと、一瞬、うんって思う方いるかもしれないんですが、これ結局ね、じゃあ、ここを x に変えて、後ろ同じにしようか。みんながよく使う、この展開です。で、これっていうのは、公式使うと、左側、x の2乗。で、自分がよく言うのは、こことこことここかけるんだよね。だから、プラス 2x。で、1の2乗だから、こうなりますよね。で、それをここで使ってほしいんです。x がルート2に変わっただけなので、つまり、まず x、つまり左側の2乗。で、ルートっていうのは2乗するとルートが外れるから、ルート2の2乗で2になります。で、次がこことこことここをかけるイメージ。で、まあ 2×1 で2ですよね。で、2とルート2をかけるんで、プラス2ルート2と。で、まあ1は2乗しても1なんで、こういう感じ。これがここの部分です、今。で、マイナスルート8。ルート8は2ルート2に直せます。4×2 なんでね。つまり、直してしまって、マイナス2ルート2。そうするとね、あ、狙ってんだなと思うわけですよ。こいつと、こいつが消えるんです、綺麗に。2ルート2、マイナス2ルート2なんでね。で、2プラス1して、残ったのが3だけでしたよっていう。これで終了です。これ消しておこうか。で、次が6番です。で、個人的には、このタイプ結構出てくるイメージが強いんですけど、多分、四種シリーズ初めてかな？ちょっとごめんなさい、覚えてないんですけど。そう、このよく出てきてて、まあ、二次方程式が書いてあるんです。で、文字が入ってる。で、解の一つが、ほにゃららって言ってくれてます。今回マイナス2なんですけど。で、今回は、もう一つの解を求めなさいなの。で、もしくは、A を求めなさいっていう、まあ、二パターンあります。でも、やり方は一緒です。基本的にはね。で、どうするかっていうと、解、答えだよね、がマイナス2って言ってくれてるので、x のとこにマイナス2入れちゃいなよっていうこと。で、入れちゃえばいいんです。まあ、今回は x についての二次方程式って言ってるから、a に入れるんじゃないよ。x に入れてください。そうすると、まずここ、まあ、ちゃんと書こっか。マイナス2の2乗。で、ここにも入れると a とかけて、マイナス 2a、マイナス12イコール0です。で、解いていくと、これ4ね。4だから、4-12してマイナス8。右側に持ってくると8になります。つまり、a イコールマイナス4ってことがわかる。だからさっき言った a を求めなさいっていう問題だったらこれでいいんです。これが答えになります。けど、今回はもう一つの解なんでもう一歩踏み込む。どうするかっていうと、a をマイナス4をここに戻してあげて、x2 乗マイナス 4x マイナス12イコール0になりますよね。で、あれを解けばいいんです、普通に。二次方程式を。で、これ因数分解します。x。こういう感じだね。で、まあ、かけてマイナス12足してマイナス4になるコンビを探すと。まあ、解の一つがマイナス2って言ってくれてるんで、もう片方はプラス2になるって決まるんですけど、まあ普通に解いてもいいです。これは6と2を使って、こうなる。マイナス6とプラス2のコンビ、かけるとマイナス12ですよね。足すとマイナス4になるから因数分解完了だと。で、こうなったんで、これを解くと、x イコールマイナス2と6なわけですよ。で、結構やりがちなのが、もうここまでやって達成感があるのね。おっしゃーみたいな。で、回答欄にこれ書くんだよね。これ×くらいます。なぜなら、解の一つマイナス2です。もう一つの解はって聞かれてるから、もう一つは、こっちですよね、答え。6だけです、書くのはね。
これちょっと気をつけてください。結構緊張がしてる時にはね、ミスる子が出てくるとこなので。まあ、こんな感じで解いてみてください。ちょっと右側がまだ空いてるので、ごめん、ちょっと右に移していい？ここいけるね。6です、答え。あれ、いけるよね。あ、オッケーオッケー。で、今回のまあ、鬼門ですね、7番。で、何が鬼門かっていうと、9の体積。これは、まあ、模試とか受験の時も、不意打ちで出てきます。結構。ただ、個人的には、その、受験問題って、まあ、簡単なのからさ、難しいのまで、こう、散りばめられて出てくるんですけど、めちゃくちゃ鬼畜みたいな。問題で9はあんまり出されません。基本的に公式がもう決まってて、そんなに複雑なことでは出てこないので、そう。公式をね、覚えてほしいんです、ちゃんと。そう。で、これね、結構忘れるんだよね。あんま出てこないんで。で、今回取り上げたんですけど、まず、半球です。半球ですけど、結局は体積、球、まん丸ね、ボールの半分に最後すればいいだけなので、これの体積確認します。公式。もうここだよね。最初の3分の4を覚えてるかどうか。3分の4かけます。球の体積って。で、まぁ、R3 乗って言ってもいいんですけど、自分結構日本語で書く方が好きなので、半径3回かけてください。で、これは、体積っていうのは、まあ、例えば、センチメートル使うんだったら、立方センチですよね。立方ってセンチメートル3じゃないですか。だから、その3と同じ、半径3回かけるんだって。もちろん、R3 乗でも構わないんですけど、あ、R って書いちゃった。で、最後に忘れずに、パイをかけます。まあ、ちょっと順番気にしないでください。わかりやすいようにこう書きましたけど。まあ、大事なのは3分の4ですね。これを4分の3って間違ったりします。3分の4。これ確実に覚えましょう。だから、まず今回、半球の体積を求めます。半球ね。で、半径9っても言ってくれてるんで、3分の4かける9かける9かける9かける π なわけですよ。あ、ごめん。2、最後半分だから2分の1をします。半球なんでね。ね、ちょっと数でかいんですよね、これね。約分して、2、約分して、3。だから、3、2が6だから、6かける、九九81。81と6か。486π。まあ、一応単位も変えておきましょうか。で、立方センチメートルと。これがまず半球です。これだけでも問題出てくる可能性ありますけどね。普通に半球の体積求めなさいみたいな。ただ今回は、それと同じ体積の円錐で底面が同じように、半径9のやつですね。ちょっと消しちゃいますけど。まあ、円錐なんで、こういう感じで、まあ、とんがりコーンみたいな感じですね。で、これの半径が、ここが9なんです、今。で、求めたいのは高さです。高さ、ここね。で、まあ、高さなんで H 使った方がいいかもしれないんですけど、まあ、説明わかりやすいんで、求めたい高さ X って置いてやっていきます。で、円錐、まあ、ほにゃらら錐の公式は、底面積、下ね。底面積かける高さかける3分の1です。錐は。で、底面積は、今ここ円ですよね。円の面積なんで、半径かける半径かける π、つまり、九九81で、81π。これが底面積です。かける高さ x。かける錐なんで3分の1。これが今円錐の体積。高さ分かってないけどね。で、それが486π と一緒ですよって言ってる。あとこれ解けばいいんです。まあ、あと解けばいいんですが難しいよって思う方多いと思いますけど。で、これはまず π 切りします。両辺。右辺と左辺両方 π あるんで、めんどくさいから切っちゃってください。両方割ればいいからね。で、まあ、そうっすね。ここ3と81が約分できるので、ちょっともう、用済みかな？消しますよ。よいしょ。27かな？約分すると。つまり、27x イコール486と。で、あとは486ある27をしますと。一応、筆算しましょうか。27、1で、27で、216、6かな？6人、じゃ、6じゃない、8かな ?8、28、そうね。8ってやると、8、4、56の8、216で、OK と。つまり、X イコール18と。
わかったので、今高さね、x って設定してるから、まあ、これがそのまま答えになると。で、単位なんだっけ？センチメートルか。つまり、18センチメートルと。これで終了となります。で、最初に言った、できてほしいとかね、いう話をしましたけど、その数学が苦手な方でもね、7番、もう今聞いても、いや、もう無理だわ、私って思う人も多いと思います、実際。数学苦手な方なんかは特にね。ただ、球の体積の公式は覚えましょう。だって、もしね、今回、じゃあ球の体積だけでよかった、半球か。だけでよかったら、公式使ってかける2分の1するだけ。これ実際6点なんですけど、これ実際の受験問題でね。ね、今回ちょっと難しくなってますけど、それでみんなが受けるときに5点6点取れたらラッキーじゃないですか。だから、公式だけで勝負できるとこなので、球の体積の公式はね、絶対に覚えておいてください。で、ラストです。で、ラストちょっとね、説明しながら申し訳ないことも1個あるんですけど、まず、ヒストグラムですよね。苦手な方、苦手というかね、不意に来ると、うんってなる方いるかもしれないんですが、ちょっとごめん、これね、簡易的に書いちゃったんだけど、5から10が6人、あと、最初のところに動画戻してちょっと確認してもらったりとか、あと、ツイッターにもね、最初の問題文貼ってあるんで、もしね、見てもらえたらと思うんですけど、通学時間だよね。だから5分から10分の人が8人、10分から15分が20人、隣が、12人、8人、0人、4人と。いうのは、まあ、表から読み取れます。ヒストグラムからね。で、平均値が 16.3 分って書いてくれてます。一応これ書いておこうか。ちょっとそろっとね。平均値が 16.3 分。これ問題文に書いてある。で、あいうえから正しいものを選ぶと。で、まあ、全部説明してもいいんですけど、一応説明していくか。どうしようかな。結論から言っていいですか？これ答え、えなんです。え。先ね、書いちゃう。これ目立つように。答えはえです。で、覚えてほしいことは、絵の、まず、相対度数の求め方。これは普通に出てきます。よく問題で、相対度数求めなさいってね。で、20分から25分未満の階級ですよね。つまり、ここで8人のところ。で、相対度数の求め方っていうのは、そこに該当してる人数割る全員です。もう一回よ。該当してる。つまり、20から25。今回、8人なんで、8、割る。これ全部50人だから、50。これするだけなんです。で、じゃあやろうか、筆算。0.1。で、300になって6ですよね。つまり 0.16。絵が合ってますよね。そう書いてあるから。で、そこに入ってる人が何パーセントですかみたいな出され方もするじゃないですか。それは、これにかける100したやつです。今回 16% になりますけど、相対度数はそこに該当してる人数割る全員で求められます。いいかな？これ覚えてください。相対度数ね。じゃあ、あと、どれしよっかな。まあ、逆に戻ろうか。うですね。うは中央値ってやつです。で、中央値っていうのはもうざっくり言うと、50人今回いますよね。全部並べた時のど真ん中、中央の値は何ですかって言ってるんです。で、今回、50人いますよね。そうするとね、こう一人目の人からさ、こう50人の人。で、逆にカウントしていくわけですよ。二人と49みたいな。真ん中見たいからね。こうやって。で、やってった時に、どこでぶつかるかっていうと、ここ。25と26でちょうどぶつかるんです。ど真ん中に来ないんです。で、そうなった時は、中央値いくつかっていうと、25番目と26番目の間の数字が中央値になります。で、これちょっと難しく感じますけど、ざっくり言えば、じゃあ25番目と26番目の人どこにいるのってことを確認すればいい。今回ここに行ったら、25番目と26番目です。で、確認していくと、今6人いますよね。で、ここ20人いるんで、ここまでで26人いるわけじゃないですか、下から。ってことは当然25番目も26番目もここにいますよね、10から15のとこに。で、中央値っていうのは、そこの数字が分かればいいんですけど、これ10から15ってなっちゃってるんで、その時、消していい？ここ。ちょっとね、説明長くなって申し訳ないんですけど、中央値ね。10から15に中央値があるよって分かったら、
この10から15の階級値って言ってど真ん中の数字で、10から15のど真ん中は11、14、12、13ってなるから 12.5 が真ん中なんですよ。これが中央値になります。今回中央値の出し方ね、ちょっとめんどくさい説明になりましたけど、まずどこにいるかってことを確認して、この数字、この数字ってパンってわからないとき、ヒストグラムとかになってるときは、10から15だったら、そのど真ん中の数字を確認してください。それが中央値になります。だから、中央値が含まれる階級、あ、今回出さなくてもよかったのか。ごめん。15分以上20分未満の階級じゃないですよね。こっちにいるってことがわかってるので、うわ、違うよって。ごめん、これいらなかったね、今ね。申し訳ない。で、E は通学時間の最頻値が平均値より大きいですかっていう。で、これも最頻値は一番多いとこです。最頻、最も頻繁に、つまり多いっていうことなんで。で、最も多いのは分かりやすいですね。もうここが一番多いです。20人。つまり10から15なんです。で、これもさっきと同じで、最頻値っていうのはここにいるよって分かったら、そのど真ん中の数字、これが最頻値になります。でも、それを知らなくても、10から15しかないって分かってるから、平均の 16.3 を超えるわけがないんだよ。だから、今絶対に当てはまんないよっていう。で、最後ちょっと謝んなきゃいけないのが、あなんですけど、これ、範囲、まあ、レンジってやつですよね。は、16分であるっていう。で、この、範囲の出し方なんですけど、このヒストグラムじゃなくてね、例えば、じゃあ、得点を取りました。いや、今回合わせよう。通学時間が5人調査したときに、5人ね。5分です。こいつ11分です。この子32分。この子20分。最後じゃあ15分。5人の通学時間ね。ってなった時の範囲って言われたら、一番大きい値から一番ちっちゃい値を引いた値になります。だから32-5なんで、この時27になるんです。範囲っていう数字はね。でも、ああなった時って、これちょっと調べられなかったんですけど、自分の記憶が正しければ、一番でかいのはここにいる人ですよね。で、一番ちっちゃいのはここにいる人ですよね。それの一番大きな数字から一番小さい数字を引いたものだったはず。で、だったはずっていうのは、こっからここを引くのか、この真ん中の数字から真ん中の数字を引くのかっていう意見が両方ネットに書いてあって、そう、ちょっと申し訳ないんですけど、確か、こっちです。一番上から一番下を引いたものだと思うんですけど。まあ、でも範囲に関してはこっちのが出ますよね。ちゃんと数字が指定されて。で、その時は一番大きいのから、一番低いのを引いてください。まあ、どっちにしろ16にはなり得ないので、範囲が。うん、だから、まあ、あも違うといった感じです。うん、だいたい消去法で当てに行ったらいいんですけど、まあ、今回は、絵がね、まあ、相対度数の計算をしたらバッチリ一致するので、これっていう感じで答えてもらえたらと思います。はい。という感じで、またまた長くなって申し訳なかったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ、四種だったりとか、他の単元だったり、取っておりますので、もしよかったら、そちらの方もぜひね、使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。